皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上尚弥、大橋、との対戦を熱望している元 IBF 世界同級王者 TJ ドヘニー、アイルランド、が、地元紙を通じて再び挑戦状を送っている。井上が元世界2階級制覇王者ルイス・ネリ、メキシコ、を6回 TKO で下した6日の興行で、 ブリルバヨゴス、フィリピンに4回 TKO 勝ちを収めている37歳は、日本のファンのために全てを賭けてやる。などと豪語している。画像、これはマジで最高の写真だ、井上尚弥の右でネリの鼻が歪み、目が潤んだ旋律の1枚、アイルランドの専門メディアアイリッシュボクシング。コム、は、TJ ドヘニーは、モンスター、空逃げナイトの見出しで記事を掲載。 通算26勝、20KO、4敗のドヘニーは約1週間前にも同メディアを通じて、俺は、井上の次戦候補の一人だ、9月の対戦相手の最有力候補は俺、などと主張していたが、改めて井上戦を熱望している。井上の次戦は WBO&IBF スーパーバンタム級1位のサム・グッドマン、オーストラリア、が有力視されているが、 ドヘニーは、井上と俺が、この階級に残っている最もエキサイティングなスタイルを持つ、最もハードなパンチャーの2人だ、俺は戦争を予言することしかできないなどと語っている。圧倒的な強さを見せつけている井上に対しても臆する気持ちはない様子。他の給料泥棒たちと違って、そこでは俺が怯えながら戦う姿は見られないだろうとコメントし、 さらに日本のボクシングファンを意識してか、日本のファンのために全てをかけてやる。ヤマト魂と共に現れるとの言葉も飛び出している。井上と戦ったネリが体重超過を犯した場合などの代役としての立場もあったドヘニー。結局ネリが軽量をパスしたことで、6日は前座の同級8回戦でバイオゴスと対戦した。あの夜、一緒にリングに上がった相手が誰であろうと、 完全に準備を整えていった井上はもっと高い能力のあるボクサーだから、俺のギアをさらに上げてくれただろうし、それが俺のベストを引き出してくれる。強い相手ほど燃えるようだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。